どうも、アイエス 120% の男、ブス島です。遺作、実況プレイ、やっていきたいかと思います。はい、前回、これ5回だっけな ?5回を、一応鍵を見つけて、4階の扉を開けたって感じでございます。というわけで、早速、4階に移動したいかと思います。さて、帰ろうかなと。そうね。ここで井戸端会議をしてる場合じゃないと思うわ。まったくだ。先生が学長に連絡して、伊作さんの処遇を考えてもらいますから。伊作はただでは行かないと思いますけどね。こんなことをしたのが伊作だったとすれば、考えるまでもなくクビだよな。まあ普通はな。とにかくその結論が出るまで今日のことを公にしてはいけませんよ。高島先生、パパとママに遅くなった理由をどう説明すればいいんですか？ご両親が心配しないように私から連絡しておきますから。おお、ちゃんと先生やってるな。琴美、僕が家まで送っていこう。お前はうるさいって感じだな。そういう宗宗光は先陣を切るように音楽室から出ていった。もうほんとこいつ宗光ダメだな。他のみんなもゾロゾロと宗光たちの後をついていく感じで音楽室を出ていく。なんか不思議な一日だったな。まあそういう時ってね、ありますよ。俺は二度と見ることがないだろう音楽室をもう一度見渡すと、みんなから少し離れる感じで音楽室を出た。ほうほう。じゃあこれはもう行っちゃっていいのかな。もうよいしょ。あれ、どうしたの？階段の手前でリカが頬を赤くして立っていた。あのね、ケント君、はい、閉じ込められた時は本当に怖かったけど、ケンタ君と一緒にいられたから。あー、さようですか。いや、前も言ったけどね、ブス島ね、このピンクの、あー違う、ピンクの髪でこうね、メガネかけてて、かつこういうね、幼い感じのマジで苦手なんですよね。いられたから。おやすみ、ケンタ君。暇な時があったらまた遊ぼうね。ああ、はい。リカはパタパタと音を立てて階段を降りていった。まあ行きましょう。4階に降りますか。4階に降りましょう、とりあえずね。はい、ケンタ、どういうことだ。あ、扉が閉まってるんだよ。階段の手前の扉がな。そっか、各階だったな、そういえばな。俺は宗光の言うことをすぐ理解できなかった。階段の手前の扉を開けたからこそこうして4階にいるのではないか。ケンタ、早く試せ。もしお前が持ってる鍵で開かなかったら承知しないからな。いや、そう言われても困るよな。落ち着け。あ、宗光、落ち着けよ。伊作のやつめ、僕たちと知恵比べでもするつもりか。少なくとも伊作の方が上手だと思うぞ、宗光よりは。吐き捨てるようにそう言うと、宗光は廊下に足音を響かせて行ってしまうと。ごめんね、ケンタ君。あなたに八つ当たりすることじゃないのに。いや、もう大丈夫大丈夫。琴美ちゃんが悪いわけじゃねえからな。宗光のやつ何苛立ってるんだ。5階と同じように階段の手前にある扉が閉まってるの。ほう。え？ケンタ君の持ってる鍵で開けばいいんだけど。まあ開かねえだろうな。十中八九な。そう言うと、コートミは宗光の後を追いかけるようにして行ってしまったと。ケンタ君、怖いよ。もうはい。リカは怯えた表情で廊下にポツンと立っている。とてもね、かわいそうに思えねえんだよな。どうしたの、リカちゃん。扉にね、オンって書いてあるの。ほう、あ、それは確かに怖いね。どこの扉に書いてあるかは宗光と琴美の話で大体想像がつく。きっと私たちここから一生出られないんだよ。いや、こういう努力しねえやつで悲願ばっかり言うやつは大嫌いなんだよね。リカは泣きそうな顔をしてフラフラと歩いていってしまった。よう、ケンタ、宗光から話は聞いたか？まあなんとなく。ああ大体な。宗光のやつ、男のくせにヒステリーを起こしやがって。男前だよな、ミオナ。リカちゃん、どこ行ったのかな。ついさっき真っ青な顔して私の横を通り過ぎたけど。ほう。
家に帰れると思った矢先の出来事だけにリカの職務を倍増されたのだろう。まったく、一難去ってまた一難かよ。まあ本当だな、うん、よいしょ。まあいいや、ミオは半分やけになったのか男のような大間でドスドス歩いていく男前。とにかく一人も行方不明にしちゃいけないから今回大変だな。とんでもないことになってるわよ、うん、おお、ほうほう。ああ、扉が閉まってるんだろう。伊作さんの仕業よね、きっと。私たちを喜ばした直後に奈落の底へ突き落とすなんて、あの人が考えそうなことだわ。まああいついい性格してるからな伊作な、うん、まだがっかりすることはないよ。俺の持ってる鍵がその扉に合うかもしれないし、うん、俺がそう言うと明美はあまり期待してないなさそうに作り笑いを浮かべた。そうだと、おいいけどね。あ、こういう表情もあるんだね、いいね、うん、お、俺は薄暗い廊下に消えて行きつつある明美の背中をじっと見つめていた。それにしてもみんなどこへ行くつもりなのだろう。ミオと同じように半分やけになり校舎の中を目的もなく歩き回るつもりなのだろうか。まあこういう時は一番ダメですね、大体固まってないと、うん、お、あ、こんなアイテムあったね、え、うん、廊下の隅に来た時俺は思わず声を出してしまった。うん、うん、水性塗料独特の匂いがツンと鼻を刺激する。いやー気化するだろう危ないね、うん、一瞬俺は誰かの血を絞り取ったのかと思ったが、これはただの塗料であることは間違いないだろう。そうそう、これね、ペンキの中に突っ込まれている以上これがハケであることは間違いないだろう。まあそうだろうな、どう見てもヘラではないだろうな、うん、よいしょ、ここで、うん、慌てておいたのか至るところに赤いペンキが。これ確かなんか、うん、取らなきゃいけねえんだよな。無数の気泡が浮いていると、うんうんうん、これどうやってなんか取れるんじゃ。あ、ほら取るってあった。やっぱり俺はバケツの取っ手を掴むと重いことは承知の上で持ち上げた。はいはい、うん、太い針金がペンキの重みに負けて歪むのが手に取ってから伝わってくると、何も置かれていない廊下の角に佇む必要はないだろう。俺は後ずさりするような感じでバケツを持ったままその場を離れた。いやでもこれバケツを持って歩くってもなかなかすごいね。まあとりあえずいろいろ回っていきましょう。よいしょ、あ、こっちか、よいしょ。健太くん、はいはい、先生。高島先生は落胆した様子でじっと俺の顔を見つめている。私たちまだここから出られないみたい。おお、らしいな。高島先生が落ち込んだ表情をしているとみんな不安も増すように思えてしまう。平気ではすぐ外に出られるさ。伊作さん、私たちをどうするつもりなのかしら。いやー、どうにもさせないぜ今回は。うん、今の高島先生にとっては俺の元気づける言葉など耳に入らないらしい。伊作さんを見つけ出して問いただしたい気分だわ。いやー、二人きりで話したらもう何されるかわかんねえぞ伊作は。うん、長男でもかなり凶悪だからな、うん、恐怖と怒りが混ざったような表情でそう言うと、高島先生はどこへ行くつもりなか薄暗い廊下の中に消えていったと。あら、あら、みゆきちゃん、うん、みゆきは扉が閉まっていたことを知っていたのだろうが表情に落胆の色はない。残念だったわね、せっかくの苦労も4階で足止めだわ。なんかね、この遺作が出た当時って大してみゆきは不運だったんだけど、今見てみるとなかなかいいな。うん、まだわからないさ、俺の持ってる鍵でその扉だって開くかもしれない。うん、みゆきは俺の言葉を聞くと嘲笑するような感じで言った。遺作さんの目的を考えれば同じ鍵で開くと本気で思ってるのかしら。ああ、いいね、この不敵な笑みがいいですね。伊作の目的、あの人私たちをからかってるのよ。よくわかってるね。いかに私たちを困らせるか考えてる人がそう簡単にここから出してくれるはずがないじゃない。まあでもみゆきのこれボイスいいですね、うん、確かにみゆきの言う通りかもしれない。宗光も言っていたが、伊作は俺たちと知恵比べでもしようとしてるのだろうか。
ケンタ、ダメだよ。ジンパチ、がっくりと肩を落としてジンパチがいきなり現れと、この世の終わりみたいな声色でつぶやいた。そう落ち込むなよ、ジンパチらしくないぜ。だってさ、せっかくうちに帰れると思ったのに。はい、すいません、なんか飛んじゃいましたけど、まあ大して飛んではおりません。まあ咳がね、ほんと止まんなくてね、まあ熱とかそういうのはないんで、あれではないですから大丈夫でございますけど、うん、まあ行きましょう、続きをね。はい、もし俺の持っている鍵で開かなかったら、また鍵を見つけて開けばいいさ。4階だけじゃないと思うぜ、この調子だと3階も2階も扉が閉まってるんじゃないか。いや全部開けてやりゃいいよ、簡単だよ、閉まってるなら開ければいい。あー、ブス島と全く同じですね、この主人公考え方はね。うん、ジンパチは珍しい生き物を見る感じで俺の顔を覗き込んだ。ゲンタ、どうしてそんなに元気でいられるんだよ。いや逆境こそいいんだよ、うん、くよくよして扉が開くなら俺だって思いっきり落ち込むさ。おー、ポジティブだね。僕にはできないよ、こんな時に元気を出すなんて。いやいやいや、だからこそよ。肩を落として歩くジンパチの姿がだんだんと廊下の暗闇の中に消えていく。ち、落ち込んでも仕方がないじゃないか。そうですね、楽天的な性格のせいか、俺の心の中ではそうつぶやいた。最後にはカーテンをロープ代わりにして窓から外に出ればいいとさえ思っている。いやー、ブス島ともう考え方同じっすね、この辺は。うん、ケンタ強えな。もっとも4階から手製のロープをで降りるのはかなり勇気がいることだと思うが、まあな、間違いなくな。まあそうだけど、まあいけるだろうよ。どれ、こっちかな。おい、ん、扉開いたんだろうな。いや知らないよ、いやまだ試していない。どうせダメに決まってるさ。そうか、もっと文句を言われると思ったのだが、逆に胸見てはほっとしたような感じすら受ける。今度鍵を見つけるのは僕だろ。こいつどうしようもねえな。ケンタ君お願い、あなたの持っている鍵で開くかどうか試してみて。ほいほいほ、あーちょっと落ち込んでる。うん、そう言うと琴美は悲しそうな声でさらに言った。パパとママ心配してると思う。うん、琴美行くぞ。いやいやいや、かわいそうだな琴美ちゃん。まるで亭主のような口ぶりで、こう宗光は琴美の手を引くようにして行ってしまった。じゃあまず、じゃあ鍵どこなんだろう、こっちかな。おっとっとっと、よいしょ、どうもこれか。あ、これか。5階と同じように扉の前にある、唯一違うところは扉の真ん中にオンと殴り書きされている部分だ。うん、俺はその赤い文字に鼻をつけるとクンクンと匂いを噛んだ。ふんふん、水性塗料の独特な匂いで俺の鼻、まあ鼻腔を刺激する。イサクのやつめ、手の込んだことしやがって。この赤い文字は俺の持っている塗料によって書かれたのは疑う余地もないだろう。しかしこの文字は本気で俺たちを怖がらせようと思って書かれた文字だとは思えない。多分みゆきが言ったように、伊作は俺たちをからかっているのだろう。まあとりあえず使いましょうか。よいしょ、ここから持ってきて、おりゃ、うん、俺は倉庫金庫の中で見つけた錆びついた鍵を鍵穴にそっと差し込んだ。うん、うん、鍵は根元まで入ったが、それ以上の行為を許そうとしない。右にも左にも動かない鍵を俺は仕方なく抜き去ったと。まあまあまあ、うん、力ずくで回しても鍵は根元からポッキリと折れてしまうだけだろう。ダメですね、それでも回しますか。あー、とりあえず無理に回さないにしよう。うん、俺は無理に回すことをやめると、錆びた鍵を再びポケットへしまうと。うん、これが正解ですね、とりあえず。よし、じゃあ片っ端から回っていきましょうか。確かね、ここね、記憶だとね、なんかね、この広い空間でね、なんかね、あのクソガキを探したりしなきゃいけないんだよな。違かったっけな。うん、よいしょ、あおうおうおう、ちょっとよいしょ、こっち行ってみよう。よいしょ、こうね、なんか全部同じような作りじゃないからね、わかんないんですよ。右の扉のプレートに 2-3 と書かれていると、うん、俺が部屋の中に入ろうとした時、言い争いをするような声が聞こえてきた。いいよ、私のこと疑ってるの？お？
疑ってるわけじゃないけど、私は嘘をつかれるのが嫌いなんだよ。うん、その声は明美と美穂であることはすぐに分かった。仲のいい二人が一体何を言い争っているのだろうか。私、手紙なんかもらってないわよ。あの時はかばったけどさ、高島先生の言う通り人影なんか見えないはずだぜ。今になってそんなことを言うなら別にかばわなくていいのに。いや、嫌な言われ方だな。こんな状態になってまで嘘をつかなくてもいいだろう。でもあれだな、嘘つかれたくないっていうのはわかるけど、なんかこう全部知ろうとするのもどうかと思うんだよね。ほっといてあげりゃいいんだけど。いや、でもどうなんだろう。閉じ込められた理由と私がもらった手紙とは関係ないわよ。やっぱり手紙をもらったんだ。ミオが黙り込んだのが扉を隔てていてもわかる。俺は君を立てていたが、それ以上話し声は聞こえなくなってしまった。入ろう。あ、健太くん。お、ミオ。なんとなく気まずい雰囲気が部屋の中に漂っていた。健太くん、黒板を見てよ。ほう。あきみはその雰囲気を悟られまいとしてか、わざと大きな声で俺に話しかけてきた。黒板。ほら、考えるやつに聞けって書いてあるわ。ほう。なんか思い出してきましたね、またね。あけみの影になってよくわからないが、確かに黒板には何か書いてあるようだ。クイズはテレビ番組だけで十分だよ。ちょっと怒ってるな、ミオちゃん。機嫌が悪いのか、ミオは吐き捨てるようにそう言う。ケンタの持ってる鍵で4階の扉は開かなかったんだろ。おう、開かなかったぜ。俺は無言でうなずいた。私たち、伊作さんにもてあそばれてるみたいね。まあそうだな。とりあえず話聞こう。ケンタ、宗光のやつが張り切ってたぜ。なあ、え？だからさ、今度こそ自分が鍵を見つけるつもりなんじゃないか。あんまり期待できないわね、彼じゃ。ああ、やっぱり分かってんだね。ちょっと聞こう。ミオちゃんご機嫌斜めなのよ。アケミがからかうようにそう言うと、ミオは不機嫌にそう答える。うん、誰かさんのせいでな。でもまあこんなこと言っても二人仲いいよな。ケンタ君、私たちいつまでここにいればいいのかしら。もう出られるまで。そんな質問をされても誰も答えることはできないだろう。そりゃそうだ。まったく、どうしてこんなことになったんだろう。まあ日頃の行いだな。そう言うとミオはちらりとアケミの顔を見た。まあとりあえずまあいいのかな、ここは。落ち着かねえと。あの扉の鍵もどこかに隠してあるのかしら。多分な。ケンタ、早く鍵を探せよ。人任せだな、随分。ミオはアケミと二人で話、二人きりで話がしたいのが、俺が教室に入ってきたことが気に入らないようだ。ミオ、そんな言い方は良くないわよ。ああ、ちょっと怒ってんね。今度はアケミが琴美のような言い方をする。それがますます気に入らなかったのか、ミオはアケミに向かってぶっきらぼうに行った。アケミ、他の場所に行こうぜ。ちょっと待ってよ。まあ二人一組で動いてください。とりあえずね。アケミもミオも、後を追いかけるようにして教室に出て行ってしまったと。部屋に充満していた気まずい空気がまだ残ってるような気がする。ああ、それもわかりますね、なんとなくね。どれだ、これだろう。考えるやつに聞けと書かれている。ちょっとこの辺調べるか。はい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 、よいしょ。なんか随分といろいろと今回は長いですね。まあ今回は20分区切りっていうわけではなくて、まあとりあえず霧の良さげなところまで行ってみましょうかね。右の扉のプレートには視聴覚室と書かれていると。よいしょ、入りましょう。あ、視聴覚室にと、視聴覚室とプレートに書かれた部屋にはジンパチとミユキがいる。懐かしい匂いが教室の中をに充満しており、俺はその匂いがスクリーンから発せられていることにすぐ気づいた。健太くん、赤川さんと一緒じゃないのね。あ、そうだ、探さねえと。とりあえず多分高島先生と一緒いるから大丈夫だよ。基本的に一人で行動しなければ、たとえ女同士でも安全だと俺は思っていた。あら、そうかしら。うん、
意味不加減にそう言うと、みゆきは開いてもない窓に視線を移す。健太くんはそれでよくても、赤川さんは不満なんじゃない？はあ、めんどくさいな。みゆきが何を言いたいのか、みゆきが何を言いたいのか分かっていたが、俺は鍵を探して旧校舎から脱出することが先決だ。もっとも赤川さんと一緒に行動すると足手まといになるでしょうけど。ああ、間違いねえな、それはな。うん。確かにみゆきの言う通り、一人の方が余計な気を使わなくて済むし、何か考える時にも集中できる。しかし別に俺は理科のことを足手まといでなんて思っていなかった。お、偉い。伊作さんの目的は、私たちを閉じ込めることかしら。いやー、そうとも限んねえんだよな、これがな。うん。よいしょ。はいはいはい。うん、互いに顔を見合わせてしまった。ねえ、ジンパチ君。はいはい。名前を呼ばれたジンパチは何か答えようとしたが、質問が何なのかすでに忘れてしまっていたような。伊作さんの目的は私たちを閉じ込めることじゃないと思うけど。伊作のやつ、俺たちと知恵比べしたいんだよ。そうでなければあんな手の込んだことはしないだろう。知恵比べをするというより単に時間稼ぎかもしれないわね。いや、鋭いね、みゆき。やっぱり時間稼ぎ。そう、何かの準備をするための時間稼ぎよ。どうしてそう思うの？みゆきは少し間を置いて小首をかしげながら答えた。どうしてかしら、自分でもわからないわ。あ、ちょっと目つききつくなったね。健太くん、ここにいても鍵は見つからないわね。まあそうだな。健太、ジンパチ、扉に書いてあった文字を見たかい？お、見たぞ。もちろん見た。どうしてあんなことをするんだろう。伊作さんは僕たちを怖がらせて楽しんでるのかな。やっぱり伊作さん、僕たちの中の誰かを恨んでるのかな。全員だろ、全員。間違いねえ。やっぱり伊作さん。同じか。健太くん。じゃあ出ましょうかね。ジンパチくん、ここにずっといても仕方がないわね。お、俺が視聴覚室から出ようとしたとき、先を越すような感じでみゆきが言った。あ、出て行った。おうおう。俺は一人視聴覚室に取り残されてしまった。みゆきは俺と一緒の空間にいることがそんなに嫌なのだろうか。そういえば昔視聴覚室ってブース島ガキの時あったな。うん。唯一テレビがあったんだよな。休止のテレビが観音開きのラックの中に収まってる。本当にまさにこんな感じだったな。ただあのコロコロがついて動かせたけどな。ラックに詰められたビデオデッキを見た途端、俺は何とも言えない違和感をにとらわれてしまった。8ミリのビデオデッキ、今の人わかんねえだろ。こんなビデオデッキとか知ってる人、 VHS とか8ミリとかね。確かにカセットを出し入れするところにテープサイズが8ミリあることが表記されしてある。普通 VHS だろう。まあいいか。はいはい、新しいと。この辺とか、このスクリーンの紐が最後に引かれたのはずっと以前のことだろう。まあこの辺はいいか、残ってるとか。まあとりあえず何もねえから出ましょうか。そうなんだ。あ、そうそう、リカちゃん、これ追いかけなきゃいけねえんだよな。あ、あれ、リカちゃん。健太くん、リカが一緒だと足手まといなの？うわ、めんどくせえ質問だな。え？扉を通じて廊下にまで聞こえたらしい。リカが一緒だと足手まとい。あ、ぶっちゃけ足手まといっていうかイライラしますね。これ、うわ、こっち答えてえな。いや、これはそんなことないにしとこう。そんなことないよ、リカちゃん。嘘だよ。榊さんとリカの悪口を言ってたじゃない。うわ、すっげえめんどくせえタイプだ、これ。最悪だな。非常に気まずい雰囲気である。俺は何とかしてこの重苦しい空気を払拭しようとした。俺と一緒に行動しよう、これだな。リカちゃん、俺と一緒に行動しようよ。無理しなくていいよ。どうせ、リカは足手まといなんだから。いや、本当はかなり足手まといですけど、ちょっと、今回の目的のためには申し訳ないけど、我慢します。はい。あ、
リカはくるりと背中を向けて薄暗い廊下を小走りに行ってしまう。ダメよケンタ君、あんなこと言うなんて。そうなの。リカの心を傷つけた言葉を言ったのは俺ではない。しかしミユキを責めたとしても何も解決しないことは分かっている。赤川さんには私がついてますから、ケンタ君は鍵を探してちょうだい。まあはい、分かりましたよ。もうしょうがねえな。もうよいしょ、廊下の中で消えていってしまったと。これ見つけなきゃいけないんだっけ。これよいしょ、見つけないと、いけなかったような、この辺の空間でなんかねぶつかった記憶があるんだよね。ぶつかったっていうか遭遇した。はい、すいません、なんか変なものをクリックしてしまいました。ブス島のねディスクトップが出てしまいましたので、ちょっと最悪な感じでしたけど、まあとりあえずいろいろ探していきましょう。あ、ケンタ君。ケンタ君、はい、どうした。子供ちゃん一人なの。宗光君、そこの小さな部屋にいるわ。あのバカ。俺は子供の背後にある扉を見た。宗光の野郎、子供ちゃんを一人にするなんて。違うのよケンタ君、宗光君の邪魔になると思って自分から部屋を出てきたの。あ、そうなの。邪魔だって宗光君血まなこになって鍵を探してるから。もうどうしようもねえなあいつ。宗光という男にとっては好きな女性よりも鍵を見つけることの方が大事なのだろう。遺作見つけるとか言ってたのにな。もうしょうがねえな。だいたいあいつは遺作を探し出すとか言ってたはずである。いつからか目的が鍵探しに変更になったのだろう。鍵が見つからなかったら私たちはどうなるのかしら。いや絶対見つけるから心配すんな。それは多分ここにいるしかないと思う。その通りだな。それでなくても不安そうな琴美に対して追い打ちをかける言葉ということは分かっていた。しかしだからといって嘘をつくわけにもいかない。誰かが助けてくれるまで。その通り、助けは来ないな。俺はこくりとうなずいた。まあ悲観すんな。琴美は一人でいるのが急に怖くなったのか落ち着かない様子で扉の前を行き来しだした。琴美ちゃん、俺と一緒に来れば。琴美は少し考えた後すまなそうに答えた。宗光くんに怒られるから。けなげというかかわいそう。琴美は再び落ち着きがない感じで扉の前を行き来している。文句言ってやろう。ねえ、宗光がいる部屋に入ればいいんじゃないのかい。俺宗光呼んできてあげようか。琴美は寂しそうに微笑むと小さな子で軽く左右に振った。平気よ、ここで待っているから。ほんとよくできた子だな。右の扉にプレートが付けられていない。宗光、ここは文句言ってやろう。驚かすな。なんだよこの野郎。俺が部屋に入った途端ちょうど宗光は部屋から出ようとしていた時だ。この部屋に鍵などない。はい、真っ白な雪の上へ最初に足跡をつけたような感覚に陥っているのか、宗光は勝ち誇ったようなうすら笑いを浮かべている。ケンタ、お前は鍵を探さなくていいぞ。くたばれ宗光って感じだな。そう言い残すと宗光は俺を押しのけるようにして小部屋から出ていった。倉庫のような部屋の中にはコロンの匂いが充満している。宗光コロンか、臭そうだな。おい、説明するまでもなくこの匂いは宗光が残したものだろう。ちょっと調べていきましょう。ネズミだっけなこれ。確かこの校舎に使われていた時誰かがいたずら書きをしたのだろう。壁には稚拙なネズミの絵が描かれている。よいしょ、段ボールを覗き込んだ。お、ドライバーですか。なんか役立ちそうなもんですね。段ボールの中にまだ使えそうなプラスドライバーが1本入っている。錆びていないな。ここにずっと放置されていたにしてはメッキ部分が腐食の跡が見られないと。腐食か。ドライバーをポケットにしまったと。ああいいことですね。よいしょ、これもないか。よいしょ、乾燥した木材がと。
これ何の部屋だ。壁に打ち付けられたフックか。で裸電球と。今裸電球ってあんまねえよな。さてもうちょっと行ってみるかね。よし出ましょう。とりあえずここは全部回りたいね。教室は、うん、便所と書かれていると。よし、はいはい、トイレに入った。まあ大体同じだろう。この辺は何もない。いきなりバーンとか出てこないよな。はいはい、特になしと。よいしょ。確かねフラグっていうかここね結構ね複雑なフラグなんだよな。あ、ケンタ君。あ、はいはい、うん、俺はミオの姿を探したがどうやらアーケミは一人で廊下に立っているようだ。アーケミできるだけ一人でいない方がいい。ミオトイレに入ってるのよ。あ、なるほど。俺はチラリと女子トイレの入り口に視線を向けた。ミオのやつまだ機嫌が悪いのか。あら、機嫌悪そうに見えたの。あ、見えましたね。はは、彼女の場合いつも顔が怒ってるからな。うん、扉の前で立ち聞きをした後、うん、した後ろめたさのせいか思わずアケミに合わせるような言葉になを言ってしまった。ミオ早く出てこないかしら。そんな心配いらな、心配ならトイレの中覗いてみればいいだろう。まあブス島前回やりましたからね。それだってここのトイレひどい匂いがするから。まあね、うん、そう言うとアーキミは女子トイレの前をクマのようにうろうろ歩き出した。ちょっとこれは、うん、女子便所と書かれている。これダメだろ。鼻が曲がりそうな臭気が充満している。ああ、なんだ。はい、割愛しなくてよかったですね。なんだと、うん、突然用を足し終わったミオが扉を開けて出てきた。ここで何してるんだよ。いや、何かあるかなと思ってな。うん、うーん、ここはねどうしよっかな。どれにを行こうかな。ここミオが心配だったにしようかな。うん、ミオが心配だったからさ。おお、心配という言葉を聞いたとき、ミオの表情が少しだけ和んだ。心配してくれるのは嬉しいけどさ、トイレぐらい一人で入れるよ。ああ、やっぱこういうのは嬉しいんだな。女の子だね。うん。まあまあまあ。確かにミオの言う通りだが、それなりに俺は彼女の手が洗わなかったのが気に取られてしまった。それはバッチリな。うん、まあまあ、しょうがねえ。とりあえず開けましょう。なんかあるかもしれん。特にねえか。ミオのところはいいや。うん、はい、よし、何もなしと。じゃあとりあえず出ましょうか。そしたら今度はここか。お、工作室と書かれている。入りましょう。ほう、俺が部屋に入った時すでに蛍光灯はつけられていた。多分宗光あたりが鍵を探すためにこの部屋に来たのだろう。ほう、考える人いるな。うん、扉のプレートには工作室と書かれていたが、どちらかといえば美術室といった感じがする。結構怖えな。俺は静まり返った部屋を見渡すと、教室の中に置いてあるものを一つずつ調べることにした。はい、ということでですね、今回とりあえずここまで来ましたので、一回ここで動画を切りたいかと思います。まあ次回また4回の続きをやっていきたいかと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。いいのかもしれない。ブス島もかなり身勝手で勝手な生活をしております。うわー、ハルクホラーだな。全然ブス島的には OK です。確かにおっかねえ感じはするけどな。はっきりしたこと言えよ。もう教授もめんどくせえやつだな、こいつも。常識では考えられない発言。コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。